皆さんこんにちは。今日はご注文がありましたくるみパンを作っていきたいと思います。始まり、水 280ml、 水は冷やしてあります。強力粉 400g です。砂糖 24g、 塩 6g、 バター 20g、 スキムミルク 9g、 くるみ70g。 作ってあげますからねって言ってたら、なんかすっかり忘れてて、この間メール来てまだ作ってくれないんですかって。はい、わかりました。作ります。ドライイースト 2.5g。 でもさ、これ 400g に 2.5g って少ないじゃない。一応最近ね、ライトを使ってます。明るくしてます。ここで、違う、見えない。それではパンカマさんに言います。 MK さんで 1.5 金です。メニュー番号1で焼きます。それでは11時38分、長いな。スタート。パンカマさん、よろしくお願いします。明日はゴルフなんで早くできてください。早く寝たいです。それではおやすみなさい。じゃないな、11時38分にチェックします。はい、できました。ありがとうございます。焼いていただいて、本当にこれは想像したように焼けてますね。どういうふうに想像したかっていうと、もちろんうまくできてるという想像ですよ。はい、皆さん、パンが焼けました。くるみパンです。くるみパンは私のお友達が焼いてくれるって言ってたのにみたいな、そんな感じで言われたんで、そりゃそうだ、ごめんなさい。2階で YouTube 作ったりして、ね、私の部屋は2階なんですけども、2階から1階に降りてくる段階でもうね、出来不具合がね、分かっちゃうのが恐ろしいですよね。もう匂いで8割方出来具合分かっちゃいますよね、まあ、今日のは多分ね、82、3点から85点ぐらいの出来ですね。今揚げたばっかりなんで、もう少し皆さんお待ちになってください。それでは30分経ったんで切っていきます。83点まで下がっちゃったな。こういうの入れたパンって、具材を入れたパンって何日もぐらいがいいんだろうね。やっぱ焼いてすぐってのはあんまり美味しくないような感じするね。でも美味しくないわけじゃないでしょ。でもこれ焼いて食べたら美味しいんだよ。ということで83点ということで、ご登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いいたします。皆さんもパン作りしましょう。ホームベーカリーでパン作り。